阪神、湯浅が2軍戦で4試合ぶりの無失点。和田監督、湯浅について、過去3回連続失点しているけど、今本当にどん底でもがいている状態なんで、まず1イニングを抑えたというだけでも、気持ちも変わってくるだろうからね。1軍のマウンドに行ったらいい時ばかりでないんで、もう一踏ん張り、もう二踏ん張り必要かな。湯浅は抑える時も打たれる時も派手やな。二軍でも相変わらず派手にやっとるは打たれてばっかりやが、湯浅ストレートがなんでこんなダメになったんやろね。湯浅と西潤は時間がかかるのかな。湯浅っていつ頃からマウンドに立つのに一切緊張しないとか言い出したんだっけ。でも見てる方からは緊張がめっちゃ伝わってくるんやけどね。それな、湯浅はどうすればいいんやろな。湯浅だあたりがケアしてくれてたらいいけど、サトレン投げすぎやろ。湯浅を使え。湯浅。